どうも、洋次郎でーす。はい、昨日からこちら始まりましたね、ニコルンと、純ちゃん会ということでね、まあそれのために、衣装を食べました。40連引けます。でですね、今回こちらを20連と、ツボとアーヤの方20連ずつ引いていこうかなと思います。はい、うん、これ欲しいっすよね。とにかく純ちゃんはね、これ神でしょ。これはすごい物語が見たいもん、本当に。うん、まあニコルンもね、なんかミユちゃんと出会ったこのピアノの前ですから、これも気になるんですけども、とりあえずガチャの詳細提供割合なんですよ。まあで 0.6 ということでね、この間もやりましたけども、まさか 0.19 のね、ミカミンが当たるとは思わなかった。もう本当にね、あれは逆に俺持ってるなと思ったんですけども、いや、いいんですよ。もう 0.6、 もうほぼほぼね確定できたら、もうこの2つどっちか、うん、であってほしい、本当にね。頼むぜ運営さんってことでね、まずは10連目行ってみましょう。おい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 、ニャーコじゃねえか。大丈夫かこれ、行きましょう。ほー変わりもしない。あー辛いなー。お、でもここでミヤコ出ましたよ。ここでミヤコ、でも序盤の3人目でミヤコですから、まだこれから希望を持てます。はい、変われ、変わらない。おい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 、純ちゃんよく当たんじゃねえかこんなことある？2つとも、うそー、マジかよ。2つも同じカードだし、ひどいなこりゃ。激辛じゃねえか、クソ。それでなんか、ジュンが2個連続で来るし、もうなんだこれ、もうひどすぎだしょ、ひどすぎでしょって、なんか日本語おかしいけども。いやいや、これ怖いな、運営さんマジ怖いわ。じゃあ次行ってみましょうか。さあ、次はこれはレイカ様ですね。これはもう、どうかな。変わりもしねえじゃん。さあ、レイカ様。さあ、ラストは誰か。タム。変わらん。はあ、皆さん見てください。なんでこんなにアーヤばっか出るんですか。これ、ひどいなあ。どうしたものかな、終わっちゃったよ、20連。さあ、ということで20連終わってしまいました。当たりませんでした。ひどいもんすよ。これのまま取り高もない。取れ高もない。やばいよ。どうしよう。当たってくれよ。何かしら当たってくれと思うんですけども。じゃあ、こちら10連目いってみましょう。まあ、30連目か。いきますね。さあ、一応黒板はランダンですね。さあ、2つ来た。2つ来ました。やっとや、やっとよ、やっと確定で2つ来たわ。さあ、黒板はランダンだったんで、まあどちらかは、うん、星4のランダンかなとも思うんですけども。さあ次ですね、1人目いきましょう。レイカ様先生、備えあれば憂いなしですよ。とつってんのよこれ。また 0.19 当てちゃったよ。なんだよもう。逆よ、逆、なんでこっちじゃないの。もうムカつくな。ノーマル 5個目ぐらいよ、もう。ここへランナー来ました。まだ、1人残ってるので、ねえ、0.6、どっちいいよ。あやかか、あーちゃんかね、ツボ、どっちか当たれよ。タム。さあ、次あたりですかね。次あたりだったと思う。来た！これは来たんじゃないか？これでツボのピックアップだったら僕はもう、ボロ勝ち。さあ、どうなる？はあ、嘘でしょ。意味がわからん。もうね、ピックアップの 0.6 って何？
は 0.19 また荒れちゃったよ。はぁ、ニコルンです。はい、皆様これ訴えどういうことこれ、なんでやねん、なんでなんでよ、その提供割合 0.6 って何なんですか、これは。なんで 0.19 の方が当たりやすくなってんのこれは。いやおかしいわこれは。取れ高はあるけどさ、不満ばっかよこっちは。さあラスト、もう期待できねえ。最後ね、40レミいきましょう。さあ7死ですけどもどうでしょうか。さあ来ました、来たは来た、来たは来た、来たは来たけどさ、もうあまり何なんかもう期待できねえんだけど。とりあえずどっちか、とりあえずその初っ端の演出であーちゃんかツボだったらまだなんか希望はある。さあ次です。ダブルで あかねちゃんだし、おかしいねこれも。さあこれは来たろ、これは来たよ、スーパーピックアップ、これ来たでしょ、お願い頼むから頼むから。あれからもう1年経ったんだ。おめでとうございます、仕事はしました。僕はもうこれで満足です。ピックアップね、すごい来ました。よかった、仕事はした。これでもうね大丈夫、うん、僕は大丈夫です。ニコルンよく当たるね、なんかニコルンよく当たるな。またこれだし、はいはい、終わりましたということで、ツボちゃんをお出迎えすることができました。ありがとうございます。取れ高的にもねよかった。最初の20連でも取れ高ねえなと思って、これ終わったわと思ったんですけども、最後にね30連40連目でね、結構面白い展開になってよかったです。はい、皆様は、ご希望の、キャラクターの、星4カード当たりましたか。よかったらコメント欄に、コメントよろしくお願いいたします。